か中を見て、なんか怒りそうだなと思って。おさて、お疲れ様です。東海女子サッカー1部リーグ愛知東邦大学とルクレ前 FC さんとの試合は2対1で愛知東邦大学さんの勝利です。まずはかなちゃんをはじめ東邦大学の4年生の皆さん、本当にお疲れ様でした。今日すごく良いゲームを見させていただきました、かなちゃんの姿もそうですけど、一緒に戦ってきた仲間の勇姿も今回見ることができて良かったです。試合を見ていて、サッカーって改めて素晴らしいものだなと思いましたし、かなちゃん個人としても、東邦大としてもいい試合をしたんじゃないかなと思います。東邦大学さん、僕は数えられるぐらいしか試合を見ていないんですけども、今年皇后杯だったり、インカレを落としてしまったことは残念だったんですが、東海一部リーグ最終戦ということで最後いい試合をすることができたんじゃないかなと思っております。ボールを持ちながらゴールチャンスをしっかり作ることができていましたし、優秀なルクレのゴールキーパーを崩すというのは難しいことでした。ただ相手ゴールキーパーのセーブのシーンが多く見られるということは、自分たちがそれだけチャンスを作れていたことの証にもなると思います。チームとしても最後意地というかアクションを示せなければいけない中で、今回出た選手がしっかりと活躍をされていました。最後勝利で終えることができてよかったです。これまでの動画を見てもらったらわかると思うんですけど、今回の目的、東邦大の主将大道かなを見に行ったんですが、大道さんのことは、あの子が高校3年生くらいの時にきっかけをもらって、ただコロナ禍になったりとか、なかなか試合を見に行くこともできず、両手で数えられるくらいしか試合を見ることもできず、あんまり深いことは言えないんですけども、今本人がどんな気持ちなんでしょうか。やりきったという気持ちが強いですかね。充実した4年間を過ごすことができたでしょうか。本人もハピコッコという YouTube チャンネルをやってるので、ぜひ自分の口からこの4年間の思いというか気持ちを伝える機会があってもいいんじゃないかなと思います。概要欄の方にハピコッコのチャンネルの方を貼っておきますので、ぜひそちらの方もチェックしていただけたらと思います。面白いチャンネルなので皆さんぜひチャンネル登録もお願いします。で、話が少し戻るんですけど、今回の試合だったりとか、これまでの何回か見た試合を見ていて、かなちゃんは本当に周りの人を笑顔に元気にポジティブにさせる才能があると思います。同世代やこれまでの先輩方後輩もそうですけど、最後まで一緒にかなちゃんとボールを蹴りたい、ボールを追いたいと思う、そんな雰囲気を感じました。 NGU 藤枝順心、東邦大学とサッカー漬けの日々を送ってきたんじゃないかなと思います。各年代各世代でハイレベルなレギュラー争いだったり、数々のタイトルも取ったと思うし、本人の努力の積み重ねですね。本当にいろいろな岐路に立たされた時の自分の決断がここまで間違っていなかったと自信を誇りを持ってほしいです。もちろん嬉しいことや楽しいこと、幸せなことだけじゃなくて、悔しさや悲しさがあった時間もきっと多かったと思います。僕には分かってあげられない世界なんですが、とにかく言えることはただただ自分をねぎらってほしいだけです。かなちゃんには今後これまでの自分の経験をたくさんの方へ伝えてくださると嬉しいです。まっすぐに自分の気持ちに素直に正直に生きてきたかなちゃんの言葉には説得力があると思いますし、すごく気持ちがいいです。そして学んだことだったりというのは間違いなく今後自分の中で生きるものだと思っています。これからかなちゃんがこうなっていきたいという目標はあると思いますが、まず大事なのは自分がこれからどういった色を出していくのか、誰かの真似をすることではなく考えをしっかり持ってやっていくことが大事なんじゃないかなと思います。自分がこういうことをしていくんだという考え方を
強く持つことが大事なのかなと。ただ何にも心配をしてないというか、本当に強い人だと思っていますので、どんな人生を歩んだとしても明るい未来が待っている、まあ、そんな人生がすごく想像できます。本人がこれからどんな人生を歩んでいくのか、僕はそれが非常に楽しみです。めちゃめちゃ絡みがあったわけではないんですけども、せっかく出会えたご縁なので、今後もひっそりと応援させてください。ぜひやろうやろうと言っていたサッカー、必ずいつかやりましょう。そして YouTube の方にも遊びに行かせてください。短い動画になるんですけど、かんちゃん学生サッカー生活本当にお疲れ様でした。ゆっくりと体を休めてもらって、自分自身をねぎらってもらって、また新しい人生を楽しんで謳歌していってほしいと思います。まずは卒論をしっかりと書いて提出して、無事卒業を迎えてください。短い動画になるんですが、今日はここでおしまいになります。皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。